い、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、ってことで世界のコース行ってみよう。さて今回はクリボーの冒険 EX グンバズアドベンチャー EX ディフィカルティにミドル、デカキノコをマリオへ幇助した容疑で牢屋へ収監されたクリボー、城の仕掛けを突破して打倒クッパを目指す。何それ、デカキノコをマリオへ幇助した容疑。あ、なるほど、まあクッパ側やけんね、クリボーは。クリボーの冒険 EX グンバズアドベンチャー EX。 てかこの英語の名前とかがさ、こう日本とは全然違うわけやん。なんかそういうのすごい気になるよね、どういう意味なんやろうみたいな。あ、またこれ見えんところで操作していく感じ。あ、やば、あれはマリオの声ではなくクリボーの声ってことかな。はい、ゴーゴーゴー。とりあえず見えないところでマリオがちょっとクリボーを操って、よしよし、はい、いける、ボム兵出てきた。え、でもこれね、そのボム兵もクリボーの手助けをしよるってことはこっち側ってことやん。てかこの間は、おー危ねえ、この間はマリオは一体何をしているのって感じやけど、危なー、なんかクリボーが爆発に巻き込まれそうで。あ、これ、なるほど。マリオで中間取ってく。そしてまたちょっとマリオはね、天の声ならぬ天の操作者に、操作者言えとる、ちゃんと。あそしてやられたのはクリボーのはずなのにマリオが落ちていく。はい、ゴーゴーゴー。マリオはちょっと天に登っていくけんね。よし、いいぞいいぞ。見えないところで何が起こっているのかもものすごく気になる。裏側も見たい。え、めっちゃ思うよね。これはちょうどクリボーが爆発に巻き込まれんようなスピードにちゃんとなっとるってことなんかな。はい、来たマリオ、ゴーゴー。あ、またしても中間。そしてクリボーが扉に入る前にすでにもうねマリオが入っていくっていう。はい、切った。はあ、怖い。おー、うわ、なるほどね。あ、ここ切り替えたら大砲が大砲が手前に移動してくるんや。はい、ゴー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 。でもあれやね、マリオやったらあれなんかもしれんけど、クリボーやったらあの炎は普通にしゃがんだりしなくてもよけれ、あー怖いー怖いーけど、あれか？もしかして。え、やられないのか？そういえば、クリボーは、まあ、なんて言うん？こう設定的にはあれやけど、まあ、敵キャラやけん。敵キャラやけん、すげえクリボー、反逆やん。クッパやっつけたよ。まあ、敵の攻撃とか当たらんねやない？もしかして。あ、ありがとう。またしても。またしても脱出する手助けをしてくれたよ、クリボー。ありがとう。キノコ幇助だけじゃなく、パワーブロックまで。はい、コースクリアー。いいね。ふぅ。でも、毎回毎回、いい感じに終わったなって思っても、みんな結構早いんよね。はい、それじゃあ、レインボーラッシュギャラクシー2。スタンダードギミック系。レインボーラッシュギャラクシー2スタンダードギミック。さあやってこう。結構なんかあれじゃない、海外の人とかって虹をモチーフにした、おっと取れた、あーでも落ちる。虹をモチーフにしたコースみたいな作る人多くない？あ、でもなんかこういう一色で出来上がったステージ、めっちゃ綺麗な感じするけどね。統一感。いいね。いいね。んでなんかちょいちょい出てくるああいう火花。オッケー。すごい祝われとる感が。待って、あと一個。ど
どこや、あと一個どこや。ちょ待って、登れない。ほ、ん、ほ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 、あ、こっちからはいけないのねこっちからはいけないのね、なるほど。もうこっちからだけ。はい、そっか、この途中のところ登れるもんね。あー、え、ちょっと待って、あ、あー、そっかそっか、そういうことか。ちょ待って、のこのこ待て。はい、おー、いいねめっちゃ気分いいね。さあ、これでいけると。はい、黄色のステージ。とか、この自分で作らんけんあれなんやけど、めっちゃいろんな色あるんよね、こうアイテムとか。うー、危ねえ、クリボーは黄色に配置されるのか。なるほどなるほど、さっきは赤いメットがおったけどね。え、どっちに行けばいいのこれ。あ、なるほど、そっちに。50コイン、はい。これ一気に行けたんじゃない、別に最後のなくても。おお、あー、やった、また50コイン。え、コインめっちゃもらえる今ちょっとしれっとぶつかったけど、あ、でも中間取ったから。そして自然あふれるステージ、ぴょん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 。めっちゃ火花散るやん、やば。おおおおお、みょん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 。ちょっと待って、持ったよ持ったよ持ったよ、いらんくね絶対いらんくね。え、ちょっと待って、これ一番下まで。お、なるほど。ああ、くそ。あ、あ、この一個だけ色が違う土管、きっとあれが。よっしゃー、そして青いステージ。待って、ちょっと待って、これ落ちるやつ。はい、やー、ちょっと待って、滑る、やめて。あー、私氷超嫌い氷とかめっちゃ嫌い。あー、ちょっと、いや、上をねひたすらこうジャンプしよったら全然こう滑らないんだけども、だけども、でもほら助走とかつけんと飛べんかったりするやん。ちょ、向こうへ、向こうへ渡らせてください。あー、怖い。はいはいはーい。あー、いけるいける、いえー、ちょ、あー、もうここから永遠に進めるのじゃないかと思ってきた。よいしょ、あー、やった、いけた。今の絶対摩擦で今の絶対摩擦で靴底なくなったけん、いけるいけるいける。なんかこのつららもさ、こっちに反応して落ちてくるやつと落ちてこんやつあるよね。なんなんやろ、そういう設定ができるってこと。はい、中間2個目。ちょ、危ねえ危ねえ、マグナムキラーにやられるところやった。はいはいはい、これつ、あーあーあーあああ怖いからやめてよ、潰されるやつね。ちょ、はい、今のシューって滑った方が良かったかな。お、天国のような場所に来た。イエイ、ジャンプするたんびに花火、綺麗。なんかそういう演出も多いよね、海外の人。これそろそろ旗じゃないんかい旗じゃないんかい。今のジャンプで旗の一番上に行く感じやろ、ノリ的に。あ、これでそのまんま旗の上に降りてくるんじゃない。ほら、シュ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 、違う違うんかい土管やった。あ、ゴール、な、そういう終わり方ね。なるほど、旗は見せないスタイル。はい、コースクリアー、いいね。結構なんか壮大な冒険をしてきた感じやけど、ベストスコア早いんすねだいぶ早いんすね。なるほど、はい、それじゃあゴールトゥークロースアバンダンドマイン。ゴールトゥークロース、ゴールがとてつもなく近いってことかゴールとてつもなく近いってこと。え、でもほらベストタイム結構かかってる、1分31。とてつもなく近かったらそんなもんじゃないよね。アバンダンドマインってどういうことやろ、読めるけど意味がわからない。ほんとや、めっちゃ近いやん、やば。ほら、ゴールそこにあるよ
ゴールそこにあるよ。え、てかこれ、あれ？でも P スイッチ押しても、P スイッチ押してもあのブロック変わらんかった。コインに変わるんかなって思ったけど。じゃあ結局、あれなんやね。ゴールは近くに見えてるのに、ゴールできないってやつや。え、つら、壮大な冒険が待っているのだろうか。ちょ、チョロップいっぱい出てくるのやめて。はいはい。はい。ちょっと待って、キーの5。オッケー。私、敵の中でもめちゃくちゃチョロップ嫌いだと思う。じゃあ、このね、追いかけてくる感じがすごく嫌い。敵、あの、キラーのさ、あなんてこったい。くっそ。ちょ、待って。はい、P スイッチ。めっちゃ笑われるやん。違うよ。ちゃんと見てわかってるからね。ゴールしようとして、たまたま P スイッチに行ったわけじゃないけんね。P スイッチ目的で近づいたから。へいへいへい。なんか海外のドラマとかってああいうの多くない？あの、フレンズとかそうやったけど。ドラマっていうんかな？まあ、ドラマよね。ドラマやね。ドキュメンタリーじゃないもんね。なんかああいうドラマの中に視聴者の笑い声が入っとるみたいな。はい。ちょっと待って、これ上やろ？私これめっちゃ、あのね、私これでね、真上に上がるのめっちゃ下手くそなんやね。ちょ、どうしたものかって感じ。くっそ。こっちから。いけん。いけん。はあ。くぅ。でも多分みんなこういうのひょひょっていくんやろうな。やべえ。ちょ、この、この、無理。無理。は、はーい。無理。ちょ、ま、なんで。なんか下でめっちゃチョロプーがチョロチョロしてるんやけど。チョロプーがめっちゃ、ついて回ってきてる。はい。つらーい。どうやったら、どうやったら、一発で上がれますか、あれ。くっそ。このまんま、無理。やっぱ、振らんといかんのか。振って、振って無理。ちょ、なんか、あとちょっとなんやけどね。もうちょっとマリオ手伸ばしてくれんかな。はい。え、てか、あれよね。ジャンプするときにさ、なんか片手上げとるやん。確実に崖の上まで行っとるけんね。つかめや。つかめや。おー、いけた。やったね。はい、バネ、ビヨーン。あ、こっちか。んで？オッケー。あ、ちょ、怖い、やめて。はい、ファイヤー。なって、ピースイッチ。これは？ほら、ああいう感じでね。あのブロックは、コインに変わるものやと思っとったのに、はい、10コイン。なぜ変わらないっていうね。出てきた瞬間にポコッ。ん？これは、こっち？あ、なるほど。え、いいんかな、これで。とりあえずこっち、崩して。あ、いけるようになった。あ、待って、ここ。先に潰しとく。じゃないとまた追いかけられそうやけん。ファイヤー2個目。補充線でも大丈夫やけど。出てこないでくれ。はっ。ああ、ちょっと待って。無理。無理。嫌だ。はい。おっと。ちょっと待って、私、横に飛ぶのはいいんやけど、上本当に苦手なんよね。く。はい、オッケー。待って、上に来るんじゃないよ、上に。ああ来ないで。邪魔だな、チョロプー。めちゃくちゃ邪魔だな。どんだけ私好きなんだ。はい、10コイン。あ、こっちか。お、ここ。何？背中に何つけてんの、ドッスン。ちょっとやめてよ。はい、これで。こっち来いて。こっち来れんやろって思ったのに。わざわざ自分が行ってしまった。はい、オンオフスイッチ、オンオフスイッチ。で、上がりたいから早く来て。はい。んで？ほい、オッケー。壮大な壮大な、何あれ。
何あれ、チョロプーとメットめっちゃおるんやけど。かわいい。大渋滞一人やん。みんながこっちに来ようと。え、でもこっち見えてないはずやのに。あ、もう一回？はい。見えてないはずやのに、なんか、察知した？なんか察知した？ん？あれ？向かいか、ここも。怖え、怖え、気持ち悪い。はい。なるほど。一回やったら、ボム兵が爆発しよるってことか。で、二回目で、全部なくなる。誰の声な？マリオ？クリボーの時にもこの声やったよな。お！サンクス！やったね。びっくりした。なんか出てきたと思った。コイン。あ、これで、ゴールの向こう側。イエーイ。やったね。コースクリアー。いいね。要はここは、あれなの、チョロプーの巣？アリの巣的な。アリの巣観察しよるみたいな感じの、なんか横から見るやつあるやん。あんな感じやったんかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかすごい意地悪なコース多いよね。見えとるのにゴールできんっていう、面白いけども。